こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この本染めの手ぬぐいを使ってラッピングをしましょうっていうところなんですね。で、まあ、このプリントの手ぬぐいと、まあ、本染めの手ぬぐいをまずね、言わないといけないと思うんですけども、まあ、こちらがですね、本染めの手ぬぐいになります、表裏が全くない遜色のないのがこの本染めの手ぬぐいになります。かたやですね、プリントの手ぬぐいっていうのをちょっとね、持ってないんですけども、裏がですね白くなっている、裏までちゃんと通っていない、裏表のはっきりしている手ぬぐいっていうのがプリントの手ぬぐいですね。その手ぬぐいとでラッピングするとどうなるかというと、やっぱり裏表白いところが出てきてちょっとね格好悪くなるっていうのがあるんで、本染めでどうですか、本染めの方がいいですよっていう形で、私どもよくね、ペットボトルを入れたりとか、そのラッピングのやり方みたいなものを、動画で上げていますね。で、このあたりもね、ぜひ見ながらですね、あ、そうか、こうやって使うかっていうので見ていただきたいと思うんですが、あ、そういったこともですね、そういった動画も提供していますので、ぜひですね、その辺見ていただきたいんですが、やっぱりですね、裏表がない分ね、裏返しても何しても全部ね表なんで、裏返しがない分ですね、すごく格好がいいです、見栄えがいいですよね。だから、まあ、そんなこともありますで、まあ、ペットボトルなんか冷たいものをラッピングする場合はやっぱりすごく吸水性が本染めがいいっていうのが特徴になりますので、そういった特徴を生かしてですね、ラッピングができますので、ぜひですね、そんな形で考えてみてください。よろしくお願いいたします。